アレッサンドロ・ファルネーゼ・イル・ジョバーネは、イタリアの数奇教及び外交官。ローマ教皇パウルス三世の孫であり、初代パルマ公、ピエール・ルイージ・ファルネーゼとゼロ・ーラマ・オルシーニ夫妻の、長男。大数奇教と呼ばれた。ウルビーノ公、グイドバルド二世、デッラ・ローベレの妻、ビットリア・ファルネーゼ。第二代パルマ公、オッタービオ、ファルネーゼ。数奇教ラヌッチョ、ファルネーゼ。 カストロコオラーツィオ・ファルネーゼの2位。また、同盟の第3代パルマ公アレッサンドロ・ファルネーゼは老いにあたる。1520年、バレンターノで生まれた。ボローニャで学び、パルマの行政官となった。1534年、この年教皇に選出された祖父のパウルス三世により、いとこのグイド・アスカニオス・フォルツァと共に、数奇教に任命され、 サンタンジェロの女債数気教など数々の称号を賜り、翌1535年には、教皇領副長官にも任命、約30の司教区管理も任され、多くの聖職録と館を得て、財力と権勢を誇った。長子でありながら聖職に就いた理由は、選出された直後の教皇は、観光として、老い二人を数気教に任命できるが、 アレッサンドロの長弟オッタービオは、幼く、他に適任者がいないためだった。しかしアレッサンドロは、この処置に納得いかず、聖職者になったため、父からの相続権が、自分から弟に移ったことに反感を抱き、それを危惧した祖父から、教皇の地位を餌にされ、世俗的野心を遠ざけられたが、祖父が、新たに、自帝、ラヌッチョウ、数奇教に任命したことにも反発するなど、 と書く弟たちへの嫉妬頃にしては祖父から悟されている。1536年にシチリアで主教となると当地に大学を創設した。教皇特使として1539年から1541年まで新生ローマ皇帝カール5世とフランス王フランスは一世の絶え間ない争いの仲裁に当たった。トリエント公会議開催の準備を進める一方、カール五世が シュマルカル伝道名との戦いに教皇へ援助を願い出たため、アレッサンドロは1545年に教皇が皇帝へ送る軍資金のボルムスへの送り届けを担い、1546年には帝国軍に同行した。1566年の教皇選挙でカルロボーメオ・を数奇教と共に教皇ピウス5世を支持して選出1585年までの7回の 強行選挙はすべて落選したが、イエズス会を擁護して、ジェズ教会の建設援助及び、ローマのファルネーゼ宮殿の改築、カプラローラのファルネーゼ宮殿の建設や、教会の補修を行った。このうち、ジェズ教会とカプラローラのファルネーゼ宮殿は建築家、ジャコモ・バロッチ・ダ・ビニョーラに任せ、芸術の庇護や事前事業にも、財力を注いだ。1589年、ローマで死去。 六十八歳だった。五百四十二年頃からティツィアーノ・ベチェッリオに接触して五百四十五年から五百四十六年まで短期間ローマに滞在させ、五百四十六年に祖父とアレッサンドロ、弟、オッタービオを描かせたパウロ・三世とその孫たちが制作された。しかし、ティツィアーノをベネツィアからローマへ招平するために、宝珠の約束先延ばし策を使い、 ティツィアーノが息子、ポンポーニュへ与えるための生殖力を望んでいることに、付け込み、修道飲料提供を約束して、ティツィアーノに期待させ離口を先延ばし、結果として、ティツィアーノを騙した形で、肖像画を受け取った。1546年6月に、生殖力を諦めたティツィアーノは、ローマを去り、以後二度とローマを再放することはなかった。ビニョーラとは、彼が、 ボローニャでサンペトロニオ聖堂を建設工事に従事していた時期から目をつけ、1559年からカプラローラのファルネーゼ宮殿の建設を任せた。同時期にカプラローラの再開発にも取り掛かり、街のメインストリートの突き当たりに宮殿を配置、宮殿から街を見渡せる都市計画も進めた。1568年からはジェズ教会設計もビニョラに任せ、 彼が亡くなる1573年まで引越し続け、ビニョーラも1562年出版の著書、建築の5つのオーダーの検事をアレッサンドロへ送っている。ただし、ビニョーラの死後アレッサンドロは、ジェズ教会を別の建築家、ジャコモデラポルタに設計させ、ビニョーラの設計案を変更している。建築、工芸に強い関心を寄せる一方で絵画に無関心だとされ、エルグレコには、 美術顧問、ジュリオ・クロービオの仲介で1570年から、宮殿の寄付を許した他は1572年に、解雇した以外に詳しいことは分かっていない。解雇理由も不明で1572年7月に、エルグレコはア,アレスサンドロへ送った手紙で、解雇理由に、心当たりがないことと撤回を訴えているが、受け入れられなかったため9月に、ローマ画家組合に入会して、 アレッサンドロから離れていった。一方、1574年に彫刻家、クリエルモデッタ・ポルタに祖父の母病を制作させたが、正義と題した女性の裸体彫像が検閲に引っかかることを恐れ、一時彫像を衣で覆うかどうかポルタと検討したが、教皇グレゴリウス13世に母病を気に入られたため、気有に終わったというエピソードも残っている。 一人娘で諸子のクレイリア・ファルネーゼの名前が伝えられており、天使のように清らかなと言われた彼女は、ローマの名家出身の序盤、ジョルジオ・チェザリーニへと次孫ジュリアーノ・チェザリーニを生んだ。ついで、マルコ三世、ピオディッサ・サボイヤへと継いだ。ABC 新カトリック大辞典編纂委員会、P249。ザッペリ、P62、P63、P77、石鍋。 P153 ザッペリ P62P64P72P77P87P89 ザッペリ P56 ビニョーラ P41P42 二、新カトリック大辞典編纂委員会 P152 石鍋 P180P181P185P215P217 ザッペリ P34P42、ビニョーラ、P36 P、P41P42 P、P48P49 P、P51P52 P、P82P85、地中海学会、P180P183、ザッペリ、P9P11、大 P 高、P12P13 P、P16P17、ありがとうございます。